カモフラになってる。いや電波ないんだって本当に。いいよこれ。いや結構ね来てるんだけど電波薄いんだよね。遊びでかかったかかった水かかった復活してないよ電波ないもん。うん薄いもん。ここかなり薄い。え、ここでダメ？嘘。電話もうダメだね。腐ってるな。この辺なんと3本なんだよ。この辺だと。そう、この辺で3本なの。チャリンコに音がするな。うん。ガイスキー、ありがとう。大丈夫ここで。あ、ここだと4本になった。そう、この辺で4本だね。うん。あ、ユンさんこんばんはね。いらっしゃいね。どうもね。そう。なかなかいいでしょ、画質。こっちもね、多分こうすると画質すごいいいと思う。ほら、どう？どう？ちょっと横ワイドになってるけど。ただね、買ったりね、僕もする。すごい綺麗じゃない？臨場感で。どっちが綺麗なんだろう。並べてみよう。またちょっと違うんだね。うん、この辺大丈夫。この辺バッチリあるのか。すごいでしょ臨場感。まあツイキャスがね今13プロマックスだけど、YouTube が12プロマックス。ちょっとやっぱあれなんだね。あの13プロマックスの方が綺麗なのかな。やっぱり。こんな感じかな。ここだって電波あるんだよな。ちょっと戻すね。綺麗でしょ。うん、14の方が多分綺麗。あい、いらっしゃいね。どうもね。奈々さんいらっしゃい。ツイキャスがね、やぶさんありがとうございます。うん、今日は生放送です。軽めのね。雨降っちゃってんさ、あいにくのね。はい、高評価ありがとう、おやさん。そう、13の方がちょっと画質がね、あの柔らかいのかな、多分。はい、みなずきさん、こんばんはね。いらっしゃい。今日は軽めのね、ちょっと雨の中の心霊スポット、2件だけですけど、今1件目、全場。9全場行ったんです。電波が悪くてね。奈々さん、スパチャありがとう。そう、全場、電波悪くてね、どこも。真ん中辺、全然ないんだよね、どうも。雨降っちゃうと。そう、薄いんだけど、もともと薄いんだけど、雨降らないとなんかね、くるくるくるってのが鳴るけど切れないんだよね。そう、なんか真ん中ダメなんだよ本当に。そう、13がちょっといい。やっぱりそう、うーんとか言ってるね。そう、ここはね、あのね、そう、志賀さんね、あの女の人もあるね。あと男、うん、そう、有名なところがここ、もう神奈川でも有名だ。旧全場トンネルって調べればわかるけど、うん、雨で全場はね、電波全然ダメ、うん、ここかなり薄いね。そう、この辺り一角がなんか悪いんだろうね、多分ね、うん。あ、ちらっと見えたから、うん。あ、高評価ありがとうございましたね。ありがとうございますともね。そう、雨降ってなかったらね、もうちょっと怖いとこあってね。そう、首塚があって、うん、それが今あの大河ドラマに出てる、うん、鎌倉殿の首塚があるんですよマジで、うん、うん、細かいからね。そう、その首塚はほんと暗くて怖いよ。でもさっき変な声聞こえたんだよね。最初会話になってた。なんかそう、
降っちゃったのかな。こっちどうなるか、雨降ってるのかな雨止んでんのかな。さっき打ってたよね。でもね、ちょうどにこう当たんないんだよね。すげえおしゃれじゃない、ほら紅葉見えない、ほら紅葉ライトアップ。雨降ってないかな。あ、今やんでる。今やんでそうだな。今やんでそう。あ、降ってるわ。降ってる、やんでる。お城です、お城。若干降ってんのかな。あ、降ってるわ。バッチリ降ってる。バッチリ降ってる、お城。あじめさん、こんばんは、いらっしゃいね、どうもね。バッチリお城。バッチリ降ってるよ。バッチリ降ってるわ。降っちゃってるわ。残念。あ、お久しぶりね。今さん、ありがとうございます。相当お久しぶりでしょう、多分。ね。たまにやってるんでね、今もね。そう、集めておでこに雨が最悪、最悪だよ。参った、雨降りやがった。止まないね、多分。夜中じゃない。あ、通知来ないんだ。なんかね、さ、やっぱね、通知来てない。もう2年前ぐらいが来てないよね、多分ね。そう、なんかちょっとね、ツイッターとか登録してくれるとありがたいかな。そう、ツイッターはと来るんでね、通知が。もしよかったらね。雨最悪だよ、サンデーこんばんは。そう、だから気づかないもんね。そう、なんかね、俺結構ね、 YouTube にやられてるみたいで通知来ないんだよ。来ない人多いんだよ。タバコさえなかったの、そんなの。はい、ミルスさん、こんばんはね、いらっしゃいね、どうもね。ちょっと今日軽めですけどね。次がね、殺人事件があった場所、遺棄されたのかな、そこで降下したなんですけど。はい、体ね、もう今日ね、寒い、18度だ。長袖にパーカー、薄いパーカー着てる今。で、ここは全場トンネルってね、もう知らないで。純一くんって知ってる？そう、私通知来る。だから奈々さん切られてないんだよ。そう、来ない人いっぱいいるって言ってたよ。なんか DM とかでも来てるもん。だからツイッターでちょっと確認して、ツイッター登録してくれるとね、多分ツイッターまで来るから絶対。その方がいいと思う。そう、 YouTube の通知はね、当てになんないから。知ってる看板あった、ようちゃん。そう、ここは旧全場トンネルしてね、その昔、今から何年前だろうな、もう40年前とか50年前ぐらいじゃないの、多分。ここでバイクに通った、純一君って人がここで亡くなったと。なんかダンプにそうやったのかな。それ以降、純一君の霊が出るって噂が出てね、それを知った両親が看板を立てたわけですよね。もうしないで、純一君ってね。それ以降出なくなったってい こういう説があってね。その他にも、その真ん中の今2個目ぐらいの照明あたりあるでしょ、真ん中というかに上から降ってくる髪の長い女とかね、そういう噂もある。あのドンって来た土、そう、来ない人もいるんだって。だから全然、そういう噂もあるね。あとはこの上に行くと首塚があって、そこに俺の首を返せっていう霊も出るって噂もあるんですけどね。あとこの先行くとね、まあ殺人事件だよね。そう、上から神、そう降ってくるらしい、落ちてくるって言ってたよ。ボーンってなんかそう困るよね。あ、登録しました。あとでじゃあフォローしておきますね。よろしくお願いします、どうもね。ドルドル7でお願いします、検索ね。
ツイッタードルドルなので、そう、そうすると違います、うん、だからこの間ね、一昨日行ったんですよ。だから1日おきにも行ってたんです。そう、涼しいなーって寒いぐらい寒いな。車落ちりゃパニックになる。マジ。いやでも多分出ないと思うけどね。昔はね、いや昔通ってバイクで通ったことあるんだけど、ここ高校時代にね、その時に看板見ちゃったんだよ。申し訳ないで純一君をね、うん、御殿場に行く予定でね、そうこう通ってったのよ、ゲンチャリで。そうしたらなんかね、もうしないで純一君って書いてあるのよ。で、すっごいトンネルの中電気ついてなかったのよ、その当時。うん、怖かったよ。そっちの方がはっきり言って昔の方が怖かった。この辺り一帯がもう怖かったね。暗くて夜になっちゃったらもう、そう、そういうとこなんですよね。ちょっと入るともう電波悪くなんだよな、こんな。やっぱ雨なんだよね、俺。雨の影響なんだよ。いや、バイク怖いよ。バイク、僕、夜中に、矢部市峠、一周してんだからね。宮ヶ瀬からこっちまで来て、めっちゃ怖かったよ。ゲンチャリで通って、夜とか。うん、電波ないんだよ。途中、電波ないんだよ。電波ないんだよ。うん、そう。こっちの方が怖いでしょ、絶対的に。今の雰囲気あるね。今なんか電気あるから全然怖くないよ、はっきり言って。懐中電灯いらないもん、だって。全然怖くないよね、正直ね、うん、そう電波かな。でもほら見て、これほら、これレンガなんだよね。見て、レンガ作りなんだよ、ほら互い違いにこうやってるでしょ、レンガで。これレンガなんだよね、このトンネル。うん、志村後ろいるかもね。レンガなんで、ほら見て、よこしとこないよね、レンガで。昔の人はすごいよな。そう、車すげえ通るね。でも新しい方も出通るけどね、結構。うん、そう、レンガの。だから多分これ明治なのかな、作った当時は。このトンネル名前はね、あの旧善馬トンネルって有名なとこだよ。うん、そう、見えちゃうね。そう、で今照明入れたからね。そう、照明入れたから怖くなかったね。一回、一時期ね、映画の撮影でも使ってたね、これ。なんかね、さらに電気が一回消えた時期があったの。その時怖かったね、やっぱね。これ電気消えると怖いんだよ、また変わっちゃうんだよ、雰囲気が。電気がついてると安心感が変えるでしょ。でも電気が消えてると安心感がないという、その恐怖ですよね。なんかいいんじゃないかなって。そういう時限ってほら、後ろにいるかもしれないよね、背後に。そういうとこなんですよ。あいにくの雨だった、今日は。善馬峠、上が善馬峠でしょ。だからこの上が山になっちゃってて、そこはもう熊がこう目撃されてるからね、結構ね。そう、でこっちは電波ありますね、全然ね。はい、どうもね、ありがとうございます。で、まあラブホテルも結構潰れてます。今生き残ってるの多分1箇所でしょ。 2,3 箇所くらいじゃないんじゃない、ここも。多分なんか出るらしいよ、噂だと。ラブホもやってる最中に女の人の霊を見たとか、そういう人もあるみたいよ、中には。
行ってみたいね、ぜひとも来てください、ここにね。でもおしゃれなんだけどね、だからここはおしゃれだから入ってくんじゃない人が、でも高いんじゃないかな確か、結構。はい、ゴンジェリー君やるとね、どうもね、うーん、久々ですよね。そんな感じですね。ダンボコどうなって3軒ぐらいじゃないやってんの、通ってきたらね、前に2軒やってて、ここに1軒やってて、もう1軒やってるかやってないかと思う。向こう側は多分やってると思うんだよね。全部でだから4、5軒しかないんじゃない、あと全部潰れちゃってるよもうみんな。うん、行ってみたい。いや結構やばいらしいな、奈々さん本当に出るところって、うん、マジでやばいかもよ。もう絶対行かなきゃよかったって後悔しちゃうかもしれない。それってあれじゃない、千葉、行ってみる、気をつけてね。島だっけ、なんか名前聞いたことある、どこだろう、気をつけてね明日ね。あ、明日金曜か。あ、今日はねもう一箇所行くよこの後、それで今日はもう終わりになっちゃう、雨降っちゃってるしね。そう、一日前にやってるんだよ一回。そうだからちょっと時間短縮でねやってる今感じ。昔は4時間ぐらいやってたんだけど、そう今もう日中も動きっぱなしでね、ちょっと疲れが溜まっちゃっててね、そう2、3時間がいいところ、そう後悔しても、そう短縮でこう何回か行った方がいいかなって。そう後に残っちゃうんだよね疲労がね。この間のダブルで行ったら2夜連続で行ったら結構疲労感あってね、その後の8日間ぐらいでいなかったからね。そうもうね、昔みたいに年になっちゃったからね、やっぱり体がね。そう分かる気がする。ラボいたよ、何人かいたよ、僕の前に車2台ぐらい行ってたよ、ラボ入ってたよ。そう行ってみたい、くるくる。ダメなんだよ電波な、ここは本当特に、特にひどいんだよ電波が。そう何今の、うって言わなかった、なんか今声聞こえなかった、うって、何音出るパターン、何の音今の音、何の音、いやなんかいる、なんかいる、うって言った後になんかドンって落とした、今聞こえなかった、今の音、なんかうるって言ったんだよ、ちょっと待ってね、うるって言って、ピョンピョン、ドスンって。あゆさんこんばんはね、楽しみした、ありがとうございます。今1軒目であと1軒しか今日行かないんですけどね、また電波不足になったよ、なんか何なのここ弱いの。あゆさんこんばんはね、言ったよね、やっぱうって聞こえたよね、うって言ったんだこの辺で、今うって言った後に前からドスンってなんか落としたの、なんか今ねうってこの辺で聞こえたんだよ後ろで、うドンみたいな感じで。そう、そんな感じ、声が聞こえた。なんかでもね、前もそうだったんだけど、雨降ってる日の方がなんか出やすいのかなと思う。なんかちょっと声が聞こえたりとかするんだよね。確認してくださいね。ありがとうございます。今の音は車の音。どうすんの聞こえた？マジ。ちょっと待ってね。一回ちょっとじゃあ。じゃあ次行きましょう。すいません、100。ありがとうございます。また車来たの。あ、落ちちゃった。あ、ラボ
ブを入ってた。ラブを入ってた。いやでも今日も雨だからね、あんまりねそういうのもできないかな。スパイルって何だ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 、スイケースは大変だな、設定すんな。ETC カードが挿入されていません。見える。こんばんは、いつもの場所を表示します。いやでも今日寒いな、18度だ。ここうちの方だってでも 20度ぐらいあったんで、21度ぐらいあったの、うん、消すとこんな感じ。雨降ってんもんね。花火セット、熱いな。ジメッとする。5キロぐらいか。一般道、その先、国道246号線を通るルートです。何これ。実際の交通規制に従って走行してください。何これ。なんか、かなりバクってんだけど。かなりバグってんだけど、バグってんのかなこれ、うん、いや雨降ってんだよねごまちゃん、雨降ってんの、雨降ってんの今。あ電波ないのか GPS。 あそこやばいんだよね。雨降ってたんでね、さっきね。降ってなかったらないんだけど、お電波悪いからさっさと行っちゃいます。およそ500メートル先、右方向です。これ直してねえな、前から直してないね。この辺は最強なんだよ、電波。怖くねえ、ここ。見てこれ。荒れ果ててるよ。即位しました。荒れ果ててるよ。およそ300メートル先、右方向です。雨やんでんな。あ、降ってるわ、ちょっと。ここが、もともとホテルがあったんだよ。今なんか、教会になってんのよ。人住んでんだけど。住んでんのかな？車あんだけど。寝てんの？降ってんね、まだ。え、このホテル潰れた？あの、やってるよな。潰れねえやな、ここは。ここは結構人気ありそうだもん。
まもなく右方向です。暗くない？ここここにもラブホあったんで、昔もう解体されちゃったけど、この家がちょっと変なやつ。右方向です。ちょっと行っちゃってるやつがなんか住んでるみたいなんだけど、ここはなかなか見にくいんだよね。降ってやがる。そう、ここなかなか行けないんだよね。交通量多くない？ほら見てこれ。でちょうどね、あの植木みたいなのなんだよ。植木みたいなのなんだよ。見えねえんだよ、ライトが。今チャンス。こう見えねえんだよ、この木があって。およそ4キロ。そこ、この前場隧道も噂なんだよ。で、そこのすぐそばに出た後にデモクスがある。そこも噂がある。ここも一応噂。クマいるね、ここはね。夜中とかでここ横切ってんじゃねえよ。交通量もうちょっとするぞ。あったね、電話クソあったね、まだあった。確認済み。クマ、この、あの、右が行ったのよ。クマいるから、ここ。この右側の山いるから。クマ看板とかあったよ。何月何日、クマ目撃されてます。ご注意くださいって。で電波悪いんだ、あっち側は。あ、今17度だよ、17度。うん。絶対いる、左右でいるからね、これね。だからほら、車通り多い時は、クマわかるから来ないんだけど。こんだけ車多いからね、10時頃で。これ夜中になるとね、だんだん交通量少なってくるから、そん時だから歩いちゃうんじゃないかな。結構降ってるよ。また降り出したんだな、ちょっと若干。なんか中途半端に降ってんだよね。中途半端に降ってんだよ、なんか。やんでもらいたいんだけど。コンビニを潰れたね、ここね。セブン。うん、潰れたよ。中途半端に降ってんだよ、なんかね。そう、時代だね。あんま寄らないんじゃない、やっぱり。寄ってもあんま買ってくれないとかね、多分。今上がってるじゃん。セブンカフェとかもすげえ高いよ。ジャンボ200円ですもん。鶴巻温泉。入ったことないけど。はい、寝る方おやすみなさいね。あるとね。
すげえ音してるすげえ音じゃない通ると車が。さっきから降ってないね、来るときると。だいぶ弱くなってきてる。およそ700メートル先、工業団地入り口を左方向。いや、でも寒いな。さっき17度で、今18度。はい、はいはいはい、これご了解です。およそ300メートル先、工業団地入り口を左方向です。あ、降ってきやがった。次の信号は左方向です。止んでる。止んだ。夜降ると思わなかったな。今日この前曇りで行けるかなと思ったら甘かったね。もう着きますよ。ちょっと。でしょうね。名前わかんないけど、事件現場ってことは確かですよ、事件があった現場もつくよ。女性の霊が出ると思う。風さん、こんばんはね。お疲れ様。なんとかやってます。雨降っちゃったね。今ちょっと止んだっぽいんだけどね。そうなんだ。もう今だって日帰りないでしょ、あんまり。ここ。多分。泊まりがなんか、旅館があるんでしょ、なんか。いいお湯なのかもわかんないね。入ったことないからね。なんかね、あ、ほんと静岡が今すげえ降ってる。あ、泊まりでね。1軒ぐらいしかないんじゃないですか。200メートルで目的地周辺です。斜め右方向です。到着です。目的地です。目的地です。ああ、あったのか。その時はそこのトンネルですね。そこのトンネルですね。ちょっと見えてるところ。
お疲れ様ね。一般道、その先、国道246号線を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。およそ3キロ先、電気工事のため、片側交互通行です。片側？持っていけねえよな、2台あるから。あ、あれだ。あれ持ってきてな。ちょっと待って、まだ忘れてた。あれ？スタビだした。大丈夫。ダブルトン。結構ね、車通る。到着ですね。お久しぶりだね。新築。思い出しました。飛ばすよここ。うん。最近煽るやつ多くない？なんか、うん、どんな？はい、高さんありがとうね。どうもね、お疲れ様です。読み上げ入ってんだ、確か、うん、そう、ここもだからです。かなり久々。こっちの方がね、久々なの、来たのが、うん、もう何年ぶりって、2年ぶりぐらいじゃないかな、うん、ぐらいの久々で、ここ電波あるの。ここはフルにあるんです。多いでしょ、交通量。もう10時でしょ、10時でこのぐらい多いんだもんね。変なニュースんな。うん、私有地、私有地じゃないよ、ここは道路。あ、高瀬さん、スパチャありがとう。ありがとうすいません、ありがとうございます、うん、スパチャありがとうございます。どうもね、すいません、いつもありがとうございます。まあ、9月最後のね、心霊配信ですけどね。ごまちゃんもスパチャありがとうございます。どうもね、ありがとうございます、うん、皆さん、奈々さんもね、皆さんありがとう、うん、これからあれかな、あの過去に行ったとこのチョイスもあるかもね。ちょっとこんばんはね、いらっしゃいね、うん、久々に行ってみようって、うん、そう、車来た。飛ばしてない、すごい怖え。なんかね、こう昔なんかそういう地元の人に聞いたのよ。
ここで殺人事件があって、そのまま遺棄されそうになって、うん、でそれ以降なんかそういう噂が出るっていうのを聞いていったんですね。どこでどのあたりがその亡くなった人がいたのかは分かんないんだけど、これなんか怖くない？死神に見えたんだけど、これ一瞬怖くね、これちょうどなんか目だってこう死神っぽく見えない？なんか奇妙になんかこう濡れててそこで殺人があったし、うん、だからあんま通らないからここ多分夜中とかだったと思う。目があるでしょ、なんかこういうおいでって言ってるような感じね。おいでおいでマンとして別のこんばんはね。今日ね生ライブだったの。今日ねバケタンさっき今2台やってるんでね、持てないんでバケタンできなくなっちゃって、全場でやったんでね、赤が今日3回出ました。そうしなさんね、そう赤見てください、うん、そう2台やるとちょっとできないんで、手持てないんでねバケタンがそうご希望によってちょっと赤さんこんばんはね、ツイキャスやってなかったからね、久々にちょっとやってあげたんだ。まあ、一応月曜日もしやるとしたらね、多分ケイツさんに持ってもらうんで自撮り棒でケイツさんに持ってもらおうかなって、うん、シミ怖っ。木の枝っていうかなんかのなんかトゲなんか見えない？だってほら この角度だよね、この角度だよ、こ怖いほらめちゃ怖くね、これほら久々でしょ。そうね、またたまにやると思うんでよろしくね、ツイキャスの方もね、皆さん、うん、そうやっていきますんで、ちょっと腕の方がすごい良くなってきたからね。はい、赤さんもね、ひろむさんもありがとうね、どうも。手がバンと、そう見えない、なんかすげえ怖いやつが、おいでおいでよちょっと死人が見えたんだけど、目がこうちょうどね、この落ち葉みたいについてんだよね、うん、それでなんかね、そういう風に見えたの。だから怖えと思って。まあ汚れなんだよね。こういう感じなんだけど、こういうと角度によって怖いよね。見えるでしょ。あ、見ちゃった？あ、実はここなんですよ。見ちゃった。ああ。まあ見せてんだけどね。そう、この辺らしいんだよね。見ちゃった人はちょっとやばいかもな、呪われるかもしれない、うん、あ、もうようちゃん見ちゃったね、皆さん見ちゃったね、うん、見せられちゃったからね、そう、うん、わざと見せてます、うん、適当に言った？いや、そんな僕が適当に言う人に見える？ようちゃんまあ適当に言いましたけど、うん、まあこういうのも道具ですからわかんない、どこで遺棄されたのかちょっとわかんないんだけど、うん、どの辺で殺されたのかわかんないんだけどね、手遅れだった、呪われた高架下ですから。また来た？よく来るな今日。もう寝なさい、仕事でしょ、もう寝なさい、そう、もう寝なさい、車出してないでいいからもう遊び行かないで寝なさい、うん、そうで俺思ったね、ライト持ってもどうやってライトつけんのこれこういう状態にいるんですよ今僕ね、両方で持ってるんですよ、でこんな感じで撮ってるんですよね、どういう風にライトつけんのこれ、ライトつけられないパターンだよね、スピード出てる出てる、結構これちょっとライトつけられないパターンだよね、ライト持つ意味がなかったな、もうこんな感じですよね、もうこっち右の手はこう持ってる、左手はこっち持ってる、両手塞がってるんですよ、こっちはどうやってライトつけるのこれ、誰かいないの、ライトつける係最悪じゃん、うん、ライト無理だよ、あ、でもなんとなくこう雰囲気見てる、スマホのライトこうつけられないよ、
うん、つけられないと思う、うん、スマホのライトって暗いよ、こんなとこ無理だよ、集めて、雨降ってんじゃん、雨降ってる、最悪、パターン的に、うん、照明さん誰かいません？今日一人ですよ、今日もう一人ですよ、島さん、まあ、次回が多分 K2 さんとなっちゃうかも、そう、ちょっと早い時間にやると思うけど、うん、で来月はね、そんな感じで行こうかなと思っててね、まあ目標は週2回ぐらいで、まあ、ちょっと後半ね、ちょっとね、僕検査があるからまた引っかかっちゃうから、検査の週が18日なんですよ、10月ね、だからその週のなんか5日ぐらいは休まないといけないんでね、そうするとまたなんか薬が止められちゃう可能性があるからやばいんで、うん、検査引っかかっちゃう、だちょっと休ませないとな、うん、だうまくいけば6回ぐらいいけるのかな、先に誰かいる？え？頼むよお前。こう暴走族かお前。ここ今飛ばしたいぞこいつ。うん。よかしていきます。いや僕はよかしで、雨降ってるからね、もう場所がないんだよねあんまりね。うん、いきなり来たよ後ろから、背後から86。何の検査だった？俺血圧の検査とかあるから、そう。うん。そうするとね、数値が高くなっちゃったんで前。で1回で薬止められちゃったのよ、そしたら血圧上がっちゃって、そうでまたすぐ行ったの、上がってで検査したらその時に戻ってたのね、なんかコレステロールもまだ飲んでないのよ、そうだから、だからもう1回下げとかないとやばい、左側いる？マジ？そうだ、その周期だけがね2ヶ月に1回ぐらいあるんで、うん、ちょっとおとなしくしとかなきゃいけないですね、なるべく疲れてね歩かないようにして、極力86、うん、誰かいる？飛ばしてる、怖いよね、背後から、そう、看板じゃないのあれ、看板、ほら、いないよ、いるのも入れちゃうでしょ、うん、なんか見てるとなんかすげえスピード出してない？なるなる、僕はほら、善玉が数値が低いんだよね、悪玉が高くなる、なんかすげえ怖くない？ここなんかサーキット場？うん、そう、サーキット場？そう、高くなっちゃうから、うん、立ってるように見える、うん、高いよ、ちゃんやばいよ、死んじゃうよ、うん、苦しんでストンって行くんだったらいいけど、苦しんで死んじゃうよ、車が怖いよここね、みんな飛ばすんだよこの辺、前座も飛んでる、だからもう見える、でもちょっと調査したいんだよな、どこどこの辺りなんだろうなって、なんか痕跡とかないのかな、結構昔らしいんだよね、うん、なんか感じる人いないの、なんかこの辺り危ないよとか、うん、なんかいそうだとか、いる？見てんのかな、うん、やだよ本当に、だからどれだけ年を取ってくると40超えるとやばいんだって、みんなだんだん病気になってくるんだよ、うんうん、30代はねそこまで良かったのが40ぐらいになってくるとだんだん病気になってくるんだよ、うん、逆にだからなんていうの、なんともないでストンっていっちゃう人もいるしね、40代で死んじゃう人もね、うん、白い格好して見る、あー確かに見事な見えるね、ちょうどなんか壁みたいなのが白なんじゃない、うん、いやでも今日涼しいっていうか寒い、肌寒い、これ紅葉進むな多分、じゃないかな、
日曜日3時中なんだ。そう、台風の大なんか下の方に行ったんよね、ちょっとね、風邪ひかないようにね、見てほら、パーカー、ユニクロパーカーです。パーカーっていうか、あの薄いパーカーみたいなじゃん、長袖着てね、うん、寒いよ、これでも寒いもん。壁のシビが見える。でも静かで、なんかこの辺っぽいな、なんかなんか戦後のニュースみたいな。車怖いんだよね、急に来るから、スピード出してるから。リアルゴールドで、車来なくなると来なくなるんだよね、不思議と。何なのこれ、真っ暗じゃないけど、もうここ、うん、あ、やっぱ雨降ってんね、雨降ってるよ、結構強くなってきちゃったよ、結構強くなってきてる、雨がね、強くなってきてる。看板でしょ、ほら看板でしょ、なんかすげえ降ってきてるよ、雨が。雲見てもなんか濃いもん、雨すげえ降ってきてる、なんかさっきより降ってきちゃった。まいったわ、ほんとに、うん、ホームに出してた。やっぱり静岡の方大丈夫なのかな、静岡の人大丈夫、なんか渡辺さん大丈夫、街灯ないんだよ、ほんと暗いよ、ここ。もうスーパー田舎って感じしない、ほら街灯ねえじゃん、街灯ねえよ。いや結構降ってるよ今、雨当たるもん、ここで、うん、マジで。やば、スーパー田舎でしょ、ずっと見て真っ暗じゃん、だって見てよこれ、そりゃ雲も出るよな、こんな真っ暗だったら、うん、好都合でしょ、うん、雨降ってる、やっぱり急に降ったよね雨ね、そう、うんうん、先真っ暗だよね、本当に。車が通ってもほらこのぐらいの明るさだから、やまないと思うよ、また降るよ。はい、あ、どうもね、パチカさんありがとう。はい、お茶ありがとうございます。どうもね。うん、事件があったのね、高架下なんですけど。そう、ツイキャスのリスナーさんが教えてくれたんだよね、この辺の人が、うん。今どの辺のライブ？今ね、旗野の辺かな、うん。今伊勢原かな、でも伊勢原の辺かな、うん。神奈川県のね、そう。こっちあんま来てなかったの、最近2年ぶりぐらい。2年ぶりですよ、うん、そう、雨降っちゃうとね、本当にね、ないから、そんなに場所が、やれただけでもなんかすごい幸せでしょ今日。続かないんだよね、だからね、雨降っちゃうとね、うん、そう、ここはここで多分これ電気消したら真っ暗だよ、すごい。あくちゃんこんばんはね、お疲れ様。電車抜く、寝過ごして今なりました。大丈夫？疲れてんだね。気をつけて帰ってね。うちの方も降ってる、だからさ、もう。通る通る、ジムさんね、ほんとに。この時間でも平日だって今日も来るでしょ？見てこのスーパー田舎。街灯ねえぞ。でもこっち住宅街なんでね。でもやっぱ暗いよね。やっぱり。その辺なんだろうね、多分ね、うん、そう、うん、そう、だからようちゃんだ、あれですよ、カズさん、なんかしばらく来ないって言ってました、うん、今2日来てないです、うん、そう、そう、なんか耳がなんか調子悪いのって、うん、多分来ないんじゃないかな、もう多分。
はい、ブンさん、こんばんはね。いらっしゃいね、多分。今日昼間に車に飛んで撮ったんだけど、薄暗って感じで真っ黒だったから危なかった。気をつけてね。そう、民家あるんで、あっちあるんだけど街灯が少ない民家って。なぜね、ここ通ってるか知ってます？急にで飛ばしてくるから怖いよ。普段こんな通らないんだけど、あんまり。今4台ぐらい通ったからね、短時間で。はい、ちんまるさん、初見さんいらっしゃいね、どうもね。ここはね、今日は神奈川県にあるね、事件現場ですよ。まあ、このどこかで女性が殺されてね、遺棄されたらしいんですよ。相当昔あったらしいんだけどね。で、その女性の霊が出るという高架下ですね。そう、家が、あるんだよ、でも。家ある。トンネル近くに街灯ない。もう僕でも暗いとこ好きなんだよね、落ち着くんだよね。そう、なんか暗いとこに癒されるの、なんかおかしいでしょ。なんか駅からどうに決まってるじゃん。だいぶこんなとこ駅ないよ。雨やんだ。あ、今やんだ。ほら、街灯暗くない？あ、ちょっと降ってるかな。小降りになった。見てこれ、やばくない？こんなに家あんのに、この街灯のなさ、ないよね、これ。ないに等しいよね。ないに等しいよね、これ。今やんでる。はい、ちょっと降ってるけど、これ見てこれ、これ怖え。だって街灯あれしかないよ、多分。あの2箇所しか。ないよ、こっち。あそこの1箇所しか。あと、この敷地のライトでしょ、多分。暗い。いや来てないから本当来ないんじゃない？家なかったら真っ暗だよ。見てこれ。これは女性歩いたら危ないよな。ダンクな感じだよね。やばいよ、マジで。襲われちゃうよ、これ。こんなとこ歩いてたら。みんな寝てるの、これ。電気ついてないか、あんまり。で、こんな感じ。大橋とか。すごいでしょ。静かなとこだよ。はい、かぐさん、こんばんはね。いらっしゃいね。見えないと思う、ライト消したら。そう、でも向こう側バンバン車来るのが見て、結構ね。で、こっちはほとんど走ってないね。上は透明。襲われちゃうよ、危ないよ。あ、ほんとにごめん、ありがとうね、かぐさん、ありがとうございます。雰囲気ある。あ、来た。車来た。逆行くのか。そう。ただ最高なのはやっぱり、あのね、住宅街近いんで電波が最強ですよね。こんな感じで。そう、電波がね。雨降ってきた、また。また降ってきたよ。また降ってきた。電波は最強です、さっきに比べたらね。真っ暗だからね。ここだけ明るいよね。だ、昔は多分その当時は、まあ、ここもでも電気ついてなかったかもしれないね、多分。で、事件があったから多分そのつけたんじゃない、道路交通が多分、危ないってことで。つけないとこあるよ、だって暗い、こういう暗いとことか。めっちゃ静かじゃない。交通量ね、10時過ぎてもあるよね、まだね。いや、これ電気消えたらここのトンネル怖いと思う、長いから。若干。おそらく、そう、電波なかったらね、で、あ、電気なかったらね、そう、真っ暗だよね、こう闇、本当に。
くわと思って、でしかもちょっと長いからね、東名ここ3車線あるから、 6車線あるからね、そうそう、静かなところだけど向こうはすごいよね、交通量がバンバン来るもん。そう、なでもなんかこれどの辺だろうね、わかんないね、こっちかもしんないしな、相当昔だってたからね、もう40年前とかだって言ってたよ、なんか30年前か、そのぐらいの話じゃないかな多分。ああ真っ暗の時ね、そうそう、いきなり曲がってくるから怖いんだよ、だからこの辺の家の人なんだと思う。でも今仕事終わりってわけないでしょ、10時だと残業やっても7時台ぐらいに帰ってくるでしょ、10時ってことはもう残業じゃないでしょ多分、こんな時間に仕事終わる？そう。こんな時間になんか仕事終わって帰ってくるのかな？そう。思うけどね、多分。でも可能性あるのこっち側かな多分、でもこっち住宅だからな、飲み歩いてんの、飲み歩いたら飲酒運転じゃんこれこれ飲酒運転なのみんな、飲酒運転。でもこっちの人って結構飲酒運転してそうな感じするんだよな、警察少ねえもんパトカーが。茅ヶ崎とかだと結構多いけど、やっぱり藤沢とかね、こっちでもやってんじゃねえかな、少ないもん、なんか そんな感じね。静かですな、寝ちゃいました。田舎ダメだよな、田舎でやったのいいよ、飲酒運転ダメこれ怖いんだよね、これが一番怖いんだけど。はい、バツニーさんこんばんはね、ありがとう、お茶ね、ありがとうございます。そう、なんかこれが怖くない、なんか ここはこれが怖いよ、なんか今日はこの風景が、おいでみたいな感じです。鮮明なんだよね、すごいね。怖いよね、ここ。これが一番怖くない？なんか今日の一番怖さ、これ。これ写真撮っといて、写真。ちょっとスクショ撮っといて、俺に送って、ちょっと、ケツさん。送っといて、ちょっと。これ写真撮っといて。飲み屋どうなんだろう、この辺あんのかな、表情変わったように見える？大ちゃん、やばいな、また車来た、よく来るなここ、すごい、なんかこれが一番怖い、ここの今日の一番死神ですね、これ、スクショで記念撮影、しかもこれね、死神が脳からこう吹き出てるんですよ、血が上からパッと吹き出てるのにね。あ、でもね、ありがとうございます、わかる、これがね吹き出てるんです、これ血が吹き出てる、脳から脳みそが吹き出てるんです、見えるでしょ、撮りました、伊佐さん吹き出てるような感じしない、なんか脳からなんか脳みそがバーンと目が変わった感じする、マジ口を開けてるように見える、
これ今日夢の中出ちゃうんじゃないの、夢の中に、うん、そう見えるでしょ、なんかそう、北斗の拳みたいな、あたたたたたたたって言って、あたーとか言って、その、あおーとか言って、うん、そう、珍しいよね、この位置がね、目の位置が落ち葉でね、そう、ただ肩が痛いんですよね、首のあたりが、鳥肌立ってんだよな、手挙げて死神でしょ、吹き出てるでしょ、あ、ありがとうね、ケツさん、どうも、うん、なんかそんな感じがして、そう、怖いよね、なんかね、なかなかの名作でしょ。その右側にもある、なんかある右側に。死じゃない、死じゃないよ。落ち葉で、ちょうど落ち葉がこうなってんだよ、ほら。血じゃないよね。それがちょっと離れると目に見えるんだよね。え、血になってない？血が吹き出てない？なんか。あ、血が、血じゃねえんだな。こうなんだよ。うん、スクショ撮った。そう。これサムネでいいんじゃないの？サムネで。荒木さん、スパチャありがとうございます。どうもありがとうね。どうも。そう、ありがとうございます。スパチャありがとうございます。どうも。はい、奥井さんこんばんはね、佃煮ともね。今日は軽くやってますね、神殿をね。うん、ありがとうございます。そう。今日ね、二元中継でやってます。お久しぶりですね。ツイキャスもね、お久しぶりなんだよね、多分神殿やったの。いつぶりだろうね、多分4月ぶり ?4 月ぶりかな、多分。2ヶ月ぶりぐらいかな、多分。そうだ、また来週ちょっとやると思うけど、月曜日に多分やれたらやりますよ。そう、まあ、たまにあれにしようかな、 YouTube やったら次ツイキャスとかもするかもしれないけどね、今後、うん、YouTube はお休みで、ツイキャスがライブの日とかね、そういう日も作るかもしれない、今後ね、うん、キャス久しぶりですよね。そう、結構前だよね、多分ね、4月ってやったっけ？あ、やってないよな、多分。結構前だよね、多分ね。静岡の遠征の時やってないよね。この間9月はね、今月は京都でやったんですよ。京都は多分 YouTube でやったんで、ツイキャスやらなかったんでね、そう、モテなかったからできなかったの。そう。うん。京都の神殿やったんですよ。2カ所をね。そう。ミドロがいいけどね、あの、船岡山っていうところでやったんですけど、うん、そう、ツイキャスはね、上げられるんだけど、 YouTube からツイキャスできないからね、動画ね、そう、そう、結構前だよね、そう、またよろしくお願いしますね、どうもね、うん、そう、一昨日もやってるんですよ、一昨日も死んで何気にね、そう、うん、機材持ってない配信、そう、機材だからね、今持ってないから、持ってたらできるんだけど、重たくてね、今腱鞘炎で出ちゃって、そう、今だから手で持ってんだけど、ツイキャスはで、もう一個の方は自撮りこうやって持ってんだけどね、軽くしたのね、機材を。お休みするかもしれないね、だから交互でやるかもしれない、今後もしかしたらね、そう、腕の調子がね、そう、今だいぶ良くなってきたんだけど、血、あの、なんか見えない、これ死にが落ち、おう、なんか血っぽく見えない、ほら、これ目ん玉があって、これ死神なんですよ、死神、こっちにおいでって、自撮りも3つ持てないじゃん、手で3つ腕ないと無理じゃん、そう、ライト持たなきゃいけないから、そう、そう、ライトも持たなきゃいけないから持てないんだよね、結局ね、今日はたまたま明るいとこにいるからライトを使わなくてもいいかな、いつも寝落ちしてます、やっぱり翔さんいないな、もうだって寝落ちしてる人何人もいるでしょ、そういえばさっきまでいた尾崎さんがいなくなってるじゃん寝落ちしてるでしょ、そう、みんな寝落ちしてんじゃないの、そう、うん、大丈夫、うん、また痛めちゃう、でも軽いからね、まだね、まだね、そう、男性殺されてんの、女性って言ってたけどね、男性殺されてんのか、
なんかね、そのリスナーさんが言ってたんだよね。はい、お茶ありがとう、ゴムちゃんね。そう、なんか女性が殺されてますよとか言って、ここで、うん、そっから起きてる、うん、無理しないでね、ありがとうね、うさぎさんね。佐藤さん静かだからもう寝てんのかと思った。そう、佐藤さんに煽られたから仕方なく土曜日ちょっとかったりな、住みたいなと思ってて、じゃあ今日行こうと思って、そう、そう起きてます。明日もだってあれだよ、帰ってきてから昼飯買いに行って帰ってきたらちょっと書かなきゃいけないしな、住所とかステッカーの。そうだ、やんないと思ったでしょ今日。胃をつくの得意だから僕。なんかでも肩痛いんだよね、すごい左肩が。起きてる、うん、そう殺されているでしょうね。そう言って、そう言われたのも、ここでなんか昔だから、そのほんと30年か40年前ぐらいにあったみたい。はい、ジェンさんおやすみさいね、ハルトにいつもね、お疲れ様ね、またね、よろしくお願いします。ありがとうね、アミさんね。うん、あるんだやっぱり。で、その昔はなんかで、もう電気ついてなかったらしい。昔はね、場所どこなんだろう、よくわかんないそう、高橋さん、わかんないけど、場所がね、Google マップを見て、登録してやってるから、ただ旗のか伊勢原のあたりぐらいじゃないかなっていう、神奈川県のね、その透明のこれ高架下なんだけど、うん、でここで殺されてるって言われてた。やっぱちょっと肩が、左肩がすげえ痛くなってきてる、なんか今。なんかでもね、こっちの方からなんか匂いするんで、なんか変な匂い、なんか変な匂いするの、うん、はい、寝ることね、おやすみなさい、うん、透明酵素殺人でなんかね、匂いするのよ、うん、やっぱいるでしょ。僕もなんかね、最初来た時になんかここやばいなと思う、オーラがあって。だトータルでもね、僕12年ぐらいやってるけど、ここ多分3回か4回しか行ってない、ここね。ジェルさん、おやすみなさいね、ともね。で、教えてもらって行って、なんかバケタンやったらすげえ赤ばっかりしちゃって、ちょっと調べてみる。あるんだ、もう旗野とかね、こう伊勢原って結構事件多いのよ、日出すかって。何気に殺人事件とか、だってほら、あそこの分かるでしょ、矢別峠なんか死体遺棄現場っていう噂死体をね運び、そういる確定でしょ、うん、匂ってる。こっちは何も感じないんだよね、だから匂いしないんだけど、この辺がすごいんだよね、ブン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 するのよ、この辺が、この辺から匂うんだよな。なんて言ったらいいの、なんか異臭なのかな、なんかね、生臭い匂いする。除霊した方が良いんだけど、大丈夫だと思う、多分。僕ね、生涯12年間やってますけど、一度だけやりました、一度だけ。もう取り憑かれてるんですよ、あちこち。そう、うん、この辺なんだよな、日本のが。肩痛いんです、すごい。くじこさん、こんばんはね、お疲れ様ね。そう、いらっしゃいね、うん。なんかね、匂って、生臭い匂いがするの。そう、はい、ありがとうね、ようちゃんもありがとうね、どうもね、お茶ありがとうね。そこかな、なんかそこの辺に匂うんだけどな。だってあれだよ、矢別峠なんか知ってる、死体何回遺棄されてるかあそこに投げるんだよ、亡くなった人パーンって山の中に。そう、夜に行って、夜中に行って、そう。で、気球発見されちゃうんだけど、うん、なんかこの辺に臭いんだよな。苦しみ？どこだろう？これ？あれ？あそこ？いるでしょう、うん、あ、人の形に見える感じ、どこだろう、右側、こっちか、え、さっきのところ、これこれかな、さっきのか、もしかしてここだったのかな、もしかして思ったんだけど、これ映ってるじゃん今、ここで死んでたのかな、実はこれ、そう、ここで、ここが亡くなった現場だったのかな、こういう感じで亡くなってたのかな、ってことは脳みそ飛び出てたの、これ、これ
あ、これここで亡くなってたんだ。じゃあだからずっとここにいたから首が痛いのかな。ここでこういう風に倒れてたのか。脳みそがからこう脳み血が吹いて吹き出して。あ、そういえばなんか赤くなってきてない？なんか赤くなってきてない？反対側？反対側とかあった？どこ？こっち側？どっちだろう？飛ばすなぁ、すごい。肩いてん、すっげえ肩いてん。どこだろう？ここ？すっげえ肩痛いね、左肩が。うぅ、あー痛い。あー、これ入ってきてるかもしれない。やばい。やば。あぶね。生き量に取りつかれそうになった。追っ払った。あぶね、おい。入ってこられそうになった。ん？なんか音しなかった、今。ここ？この辺？でもこっちあんま感じないんだよな、なんか。でもこっち来たらすごい肩楽になったんだけど、肩がね、左肩がすごい楽になってきた。車バイクか、あっち行ったか。うん、2人殺されてる、マジ。いや、向こう側がねすげえ痛い。今離れたら少し楽になった。やっぱ真ん中辺なんじゃない、多分。こっちなんか安全地帯なんじゃない？なんかすげえ楽になってる、肩が。真ん中辺がすげえ肩痛くて、そこ左肩が。あ、痛い。肩凝ったって感じ？そう。その方向。肩叩けないんですよ。両方持ってるからいけず。うん。大丈夫。僕出せるんで、多分。真ん中辺でしょ、多分。多分ね、これ当時は多分こう電気暗かったと思う。真っ暗だと思う。で、多分こう家もそんななかったと思うんだよ、多分。で、ここで殺されて、こう明くる日見つかったって感じじゃないかな。なんかね、昔なんかこう旗野の辺で殺人事件があったって書いたような新聞見たことあるもん、俺。うん、そう。離れたら少し楽になったけど、まだ痛いよ。うん、霊が集まりやすいんだ。ちょっと真ん中行きすぎるとなんかね、ほんと肩痛かった、すごい。ちょっと離れてね、少し楽になったかな。ありがとうね、高橋さんね、どうもね。うん、集まりやすいんで、多分。昔すぎて出ないと思う、多分俺も。でもね、多分ここはほんとかなと思う。波長があったら今すごい楽だもん。やっぱ特に真ん中だね。溜まってきちゃうんだ。あと透明でもほら上でも結構事故してるじゃん。死んでるじゃん結構。最近旗の撮影多いんだよ、本当に。なんか、見てる、いる、どこに、どこにいるの。助けて。また車来た。怖いなあ、ここ。結構車通るな。前、前回の時そんな止まらなかったのに。みんなさ、どこ遊びに行ってんの、これ。右手の方。やっぱそこなのかな。ここなのかな。どうも。でも近づいてくるとなんか左の肩がまた痛くなってきた。もう腐り果ててるよ。抜け道だと思う、これ多分。そう。そこ。車多いよね、すごいね、平日なのに。
出血多量死んでるかも。あの血みたいなシミが見えるとやっぱり。なんか検索ヒットしないんだよね。だから俺も探したんだけど、なんかでも変な匂いするんだよな。やっぱここの辺じゃない？どっちかじゃない？これ、呪文唱えている、いる、いる、います。この辺一番そこ、やっぱり一人ここかな。ここもいる。なんか今匂いがね、風に乗ってくる匂いがね、牛の肥料の匂いがするんですけどこれも霊障なんですかね。牛の肥料の匂いがしてきてね、野生の匂いがするんですよ肥料なのが野生の匂いなのかな、匂ってくるんですよ。でもう一個ファブリーズの匂いみたいなのがしてくるんですけど、香りが来るんですよ。なんか花の香りかわかんないけど、風に乗ってくるんですよね。なんかね、なんかね、わかる、肥料の、なんか動物がそうそう、それにいいんじゃねえかなっていう。牛とか行くと臭いでしょ、あれと一緒で、あの匂いがして、あ、手前が頭、これそう、変な匂いすごいね。トンネルの外人いる感じする、うん、でもう一個はね、ちょっといい匂いするのよ。混ざってんの、なんかわかる、この微妙な匂い、あのなんかの花の匂いだと思うんだけど、手前側これ、いや、クマもっと臭いと思うんだよな多分。前にいた時にね、匂ってたらすっごい臭かったよ。何も感じない、うん、わかんない。風乗ってくるんだよね、ちょっとねここじゃないの、ほら、なんかシミになってない、ちょっとほら、あ、そう、金木犀だね、多分これね、くじこさんね、そう、その通りだと思う。そう、金木犀が多分すぐそばなんで、多分。はい、サジュンさんね、おかえりなさいね、どうもね、うん、そんな感じがするの、うん、そこ、ここ、やっぱりここ、事件現場ここかな、やっぱりね。えたまにはこういう事件現場とかでもいいよね。なんかね、あの事件現場って結構ね、リアルにやばい、ね、今までの僕の経験上結構ね、なんか大きい、ね、あ、多分それ掃除でも取れないんだ、これ、これ、そうなんだ。でもなんかこれちょっと見るとこう、ね、なんか動物の霊にも見えない。なんかここにこれいない、猫みたいのうん、なんか猫みたいのいない、なんか、うん、いやー、カジガヤばかったよマジ。カジガヤだけはやめたがいって、もう行けば行くほど取れるんだもん、あそこは。ほんとやばいよ、殺されちゃうよ。ありえるよね。でここ来たらすげえいたの、そこ、やっぱここなんだ。ってことさっき俺踏んでたぞ、大丈夫、拭いとこ、ごめんなさい、踏んじゃいました、ちょっと。あ、でも踏んでなかったっけな、あ、ここは踏んでなかったんだ、うん、見えるよね。あのね、血ってね、なかなか落ちないんだよ。血ってなんかね、茶色っぽくなんだよね、年月経つと。赤じゃん、赤が茶色っぽくなんだよね。地天井見てて分かったんだけど、落ちないんだって、なかなか染みついちゃうと、なかなか、うん、だからコンクリートとかこうついちゃうと、もうなかなか落ちないって。猫見えるでしょ、なんか、なんとなく、ほらほらほら、なんかここにいない、ほら、なんか猫また来た、怖いな、ここ。なんでこんな車多いの、なんか同じ車がなんかずっと撮ってるような感じするね、さっきバン撮ってるの怖いやな、ほんとに、こう恐怖ゾーンだよ、ほんとに。ほら、なんかいろんなのいない、なんか、ほら見えるでしょ、なんか見える、こう死神がいるじゃん、ほら死神ほら
死神くんがいるじゃん。火事がやばいよ、本当に。あそこは本当ガチだよね、ガチだからね。テレビでも全部モザイク入れたからね。そう。知ってる人ってあんまいないんじゃないかな、多分ごく少数だと思うんだよね。事件って相当古いから。もう多分犯人捕まったんじゃなかったっけな、確かな。犯人は。確か犯人捕まったような感じですね。そう。ね。こっちは大丈夫っぽい？なんか。何も感じない、こっちは。でもこっち怖いんだよね。車が来るともいつも上がってくるか分かんないから近づけられないんだよね。飛ばしてんだもん、すごい。そう、今日ね、おばあちゃんに引かれたんですよ、僕。クリエイトでまた。だけど許してあげたの。気をつけてねっつって、謝ってたから、もちゃんと見なきゃダメだよっつって。そう、思いっきり引かれたんです。でも怪我なかったんで、また引かれたんです。見てねえんだもん、バックだって。俺歩いてたらバックしてくんだ、いきなり。そしたら目の前にいたら、横見たらもうそこにいるの。でもかわいそうだからと思って、相当謝ってたから、旦那さんと二人で。でも絶対次は本当気をつけた方がいいよっつって、絶対見なきゃダメだよっつって引かれたんですよ、また。まあ軽くだから、まあすぐどいたからもうね。そうだ、絶対見なきゃダメだよってバックするとき、見てなかったでしょっつったら、見てなかった、それが僕だからまだ良かったけどっつって、これがお年寄りとか子供だったら死んでるよっつって。言ってあげたの。うちの親父もいたからね。そう、男性だと僕は思います。いや、男性だと思うよ、多分。もうこれ結構あれでしょ、音量になってない、これ。音量になってない。あれ、ピント合わなくなった。なんで今一瞬ピントがなんかおかしくない。そうだから、絶対バックするときは絶対見なきゃダメだよって。まあいい教訓になってくれればいいけどね、次に生かしてくれれば。そう、絶対見なきゃダメだよって。そう、本当に引かれちゃったら死んじゃうからねって。そう、これおばあちゃんじゃなかったら絶対許さないけど。そう、すごい。だって謝ってたから、もう全然いいよって。頭痛いの、ゲームやりすぎだと思った。違う。はい、おばあちゃんこんばんはね、いらっしゃいね。死神がこっちを見て脳みそがポンって飛んでる。絶対ここでしょ、多分。前こんなんなかったっすよ、でも。いや、コンビニじゃない、クリエイトの駐車場で。あ、駐車場っていうか、あの入り口のとこでね。車から降りて歩いてたらいきなりバックされて、ふって横見た瞬間にもう後ろにいたのよ。だからもう無理だと思って。ちょっとだけ当たった感じ。で、言ってと、ちょっと転んじゃったんだけど、じゃあまあいいよって言って、傷もなってないからさ。やばい。これ絶対なんかあるよね。ほら、これ赤くなってんの。血だよ、血。形変わってるよね、なんかね。赤くなってない、なんか。この大丈夫これ、大丈夫これ。はい、TK さんこんばんはね、いらっしゃいね。あ、これは別なの。また来た。そう、気をつけてね、皆さん。いや、怖いな。でもね、今肩だいぶ良くなったんだよね。ちょっと痛いけど、さっきほどちょっともう楽になったかな。分かったからかなと。あとどっか気になるとこある？上とかない？上とかない？変わってる？やっぱりこれよくない？鳥肌立つとか
今そんな感じ。ちょっと一瞬鳥肌だったんだけど、すっ、うわ寒いって。でも今日寒いんだよ本当に。今日ね神奈川でね今17度ぐらいなんで、寒いんで、なんかすごい17、18度ぐらいの寒いんですよ。だんだん寒くなってきた、なんだろうね、私はエアコンつけてるよ俺も、家はね。でも消すかもしれない今日夜、エアコン、エアコンいらないかなって言うと、暑くなったら入れればいいかなって。まあ家帰ってきたら消すかもしれない、もうそろそろ毛布にしなきゃダメでしょ多分。大丈夫、あくび出ちゃった。そう、でもねまだねちょっと腰はいいんだよね、やっぱやってるから今。そう、腰がもともと悪い人だから僕ね、そう痛めちゃったから40ちょっとでね、座骨神経痛と椎間板持ってるから。でも今もコルセットしてるんだよ、だから常にもう一年中コルセット、家以外はね、出るときは絶対コルセット、家のときはしないけど。そう、なんかでも寒い寒い、マジ寒い今日。前回俺は2日前行ったときよりか全然寒いよ。この間は21度だったのね、今日だって10度だもん。あー、シミの形、重機、そのハンマーとかで殴られたのかな。なんかね、でもここなんかシミになってるよね。でもねなんかいろんな色、なんかこれ緑、この緑は何、この緑ペンキ何、これこれ何この緑は。思ったんだけどペンキ、ペンキなのかな、この緑が気になったんだけど、なんだろう、エイリアンの唾液、そんなことないよ。これ緑だよね、ちょっと緑がこう、こう薄くなって、なんか絵の具みたいにビューって。緑あるよね、なんかね、ペンキかな、これ。あ、でもここなると肩すげえ痛いんだよな。肩がすごい、ちょっと離れていい。肩痛いんだ、すごい痛いんだよ、ここ。やっぱここかな。離れるとちょっと楽なんだよね。左肩めっちゃ痛いんだよ。男の人が顔に浮かんでる、マジ？今のところいるとすげえ痛くて、ちょっと離れると楽になる。緑みたいだよね。いや、なんかやばいのかな。すげえなんかひつってるもん、顔、首が、頭が血が出てる、やっぱここかな、やっぱ現場、雨上がりだから今、雨やんだでしょ多分。雨上がりだからちょっとこう出てきてるかな、ちょっと若干。ちょっと若干痛いもんね、首が。そう。男の人。じゃあ伊沢さん今度ここ来ます。ちょっとやってみてくださいよ。なんかね思ったんだけど、これ横側にも見えない、この黒っぽいとこは、でもすごい静かなんで、車が通らなかったらすごい最強なんだよ、すごい静かで。でもやっぱさすがに11号になったら車少なくなったでしょう、だいぶね。なんかお腹空いてきちゃったな、カップラーメン食いたくなってきた、ラーメン食いた。でも昼もラーメンだったからな、夜はあのネギトロ巻きと稲荷だったんですよ。お腹空いてきちゃったんですよ。なんだっけあそこ、細麺のなんだっけあれ、なんだっけ、またラーメン、夜もなんか胃が悪くなっちゃうな、なんだっけあそこ、福岡の豚骨なんだっけ。でも混んでそうだよね、そこの昼ラーメンだったんですよね。でもやめとこ、やめとこ、やめとこ、ラーメンやめ、ダメだ、ラーメンダメ、帰りにセブンイレブンの納豆巻き買って食べよう。
うん、馬の首にも見える、馬の、あ、そんな感じに見えるんですよ、ネクジュクさんね。そう、あの京都の時もちょっとラーメンをね、皆さんに行けたらね、ちょっと取ってきます。7行こう、セブン行くかな、うん、ラーメンはちょっとやばいね、うん、よくないよね、昼も食べてるから。俺ラーメン今日食べたくなかったの、したらうちの味が喜多方食べたいっていうから仕方なく。そう、よく食べるんだよね、喜多方、うん、食べたくなるよね、すごいね。そう、やっぱなんかでもここだね、多分僕の感じだと。血圧はね今ねすごい下がりすぎちゃうんだよね、夜ね105とかだ、上やばいんだよね、ちょっと低いんだよな、うん、だから寒いとやっぱり下がるんだろうね、ちょっと若干。ミートソーススパゲティ食べてるとこ今、あ、ミートソーススパゲティも美味しいよね、うん、そう。明日どうしようかなって、明日だからちょっと買い物行きたいからね、うん、他なんかなさそう、ここ、あとは、うん、そう、お父さんがね喜多方ラーメンが好きなんだって。はい、おやすみなさい、一家さん、いつもありがとうね、どうもね、またね、よろしくお願いします、一家さんでまた飯食いに行きたいね、うん、105低い、今日は111だったけど、だいたい今ね、でも130以下だから大丈夫だと思う、100あれば大丈夫だよ。そう、雨やんだ、あーでもまだ曇ってるよ、あーやんだね、あれがね皆さん矢別峠なんですよ、あっち側の山が、見てくださいこれ、真っ暗ですよこれ、見てこれ、ポツンとこうやって、あーでもちょっと降ってるかな、若干まだ、うん、あ、降ってるな、まだ、あ、車来やがった、これかな、匂ってんの、あ、降ってきやがった、また、なんなの、真っ暗だよね、俺がなんか外出るとあるんです、降ってきたよ、また、ダメだこりゃ、ヤビス通ってみて、怖えよマジで、あそこクマいるし、イノシシもシカもいるし、もう勢ぞろいだよ、フル勢ぞろいだよ、ヤビスなんかバイク乗ったら怖いよ、なんかそう、降ったりやんだりの、皆さん降ってない、大丈夫、うん、でも離れたら首が楽になったらどういうことこれ、霊障、ここまで来ると首がすごい楽なの、でもあの辺にいると首が痛いの。そう、晴れてる？こっち雨です。うん。やっぱこれ霊障なのかな？楽だよ今すごい。離れると。めっちゃ首痛かったんだけど、あそこに行くと首痛いんだけど、やっぱあそこなんだろうね、念願のが。ね。そう思いません？皆さん。なんかあるね、ね、でも久々だね、ツイキャスも久々にこんなできたもんね、ちょっとね、うん、降ってない、いいな、羨ましいよ、でも今週全然降ってなかったんだけど、今また降ってきやがった、音鳴ってるじゃん、ほら、わかるこの音、雨の音、ほらほら、いるってことですね、ここはね、多分ね、僕もだから見えないけど、なんかこう感じることがあったね、首が痛いとか、うん、そう、今こう楽なんです、ごい、はい、ありがとう、奥井さんね、ありがとうございます、お茶ね、そう、今雨降ってない、降ってんだよ、クーラーガンガン、こっち今17度ぐらいで、多分寒いもん、雨の音するでしょ、だって戻れなくなっちゃったの車に、今わかる、降ってきちゃって戻るタイミング逃しちゃったの今、だからもうちょっとここにいる、仕方ない、これちょっともう止まないかな、あのちょっとだけ濡れちゃうんだよね今、ちょっと強いんで雨が、わかるこの音、雨の音、痛くなるっていうか、あ、そう、重機などね、そう、
うん、俺だったら、ね、もう重機とか持ってたらもうとりあえずスマホは1台はしまって1台のライトのライトで思いっきり殴るね。うん、そう、向こうが来たらこっちはライトがあるからライトでパッと目つぶしをして、うん、目に当てたら絶対見えなくなるから失明ライトだから。その瞬間ね、隙を狙ってこのふくらはぎを思いっきり叩いてるライトで。そしたら痛いでしょ。痛いでしょ。その瞬間、ひるんだ瞬間多分頭が下がるから、その瞬間首蹴り、顔面蹴り、そこで倒した瞬間にあの首を絞めて落とす、うん、あ、殺すんじゃないよ、落とすのね、落とすの。ソンって落とすから、うん、落として、まあ、ポッてやれば起きるから、気を失うだけだから、うん、まあそれが柔道技なんだけど。そう、まあ、ライドって結構有効なんだよ、夜は。もし何か襲われそうだったら顔面に照射すればもう絶対見えなくなるから、このライトはもう目がもう痛くなっちゃうから、その瞬間ひるむから、絶対その瞬間やる。そういうことな。皆さんも明るいライトを持ってみてくださいね。でもほら見てください、これ大きさ的にほらこんなもんなんですよ。これがめちゃめちゃ明るいんですよ、見てください。ちょっとごめんね、かけた時にほらほら昼間になるでしょ、ほらね、昼間になっちゃうでしょ、ほらね、これがですよ、これがこんなもんですよ。これが失明だ、見てください、これわかるでしょ、これこの太陽系みたいな真ん中に出てるでしょ、これがやばいんですよ、このライトが。失明ライトですか。うん、効くよこれは。女性の場合だとこれライト持ってれば余裕ですよ。このライト持ってればもう目に当てちゃえば見れなくなるから、わってなっちゃうから、うん、もうあの光量の真ん中がすごいでしょ、明るいでしょ、あれはもうやばい、火の玉になってるから。すげえ降ってきたんだけど、戻れなくなったよ、どうするよこれ。ちょっと雨すげえ降ってきたよ、なんかすげえ降ってんだけど、嫌がらせ。ライトね、いいでしょう。ブルーのライト欲しいの、ライトも。そう、効くのよこれは。でも4600円ぐらいだよ、ライト的には。これはだ、電池が高いんだ、電池が。電池と充電器揃えるとまあ軽く満タンはいっちゃうから、うん、1万ぐらいあればなんとか作れるね、1万ぐらいちょっとぐらい、うん、そうだね。3000円のバッテリーも3000円だから。赤田さんこんばんはね、いらっしゃい。事件現場に来ております。雨が降って安い条件揃ってきた。もう首痛いんだけど、どうしたらいいの。首痛いんで近づくともうそこ行きたくないんだよね、首痛くなるから。なんかもうここで我慢して。首痛いんだよな、行くの。そう、もう勘弁してくださいよ、もう。こう首痛くなんだから、見てこれ、呪われた事件現場。あれ、また表情変わった。いや、なんかちょっと血だらけになってきてない、なんか。え、なんかもう一匹ね、ここに、この辺にもう一匹ね。いない？なんか浮かび出てきてるぞ、なんかまた。ライトはいいですよ、だから明るいでしょ。形なんか変わったような感じしない？なんかさっき右側何もなかったよね、そこ、この辺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 かな。口開けてる？あ、確かに開けてるな。確かにそう言われたらそうかな。いる、いる？これ二人なのかな、やっぱここ犠牲者。えぐくなってきてる。離れた方がいいの、これパターン的に。またスクショするとやばいんじゃないの、ブルースさん。これむせて呪われるパターンじゃないの、あのじいちゃんみたいに。なんかこういう変わってくるのってやばいんだよ。二人見ちゃった、これ。あ、
実はこれ見ちゃいけないやつなんですよ、レコジさん。言わなかったですか、僕。あ、言わなかった？これ閲覧注意って言ってなかった。じいちゃんみたいに呪われるらしいですよ。見せられちゃってるからね。そう、やばいわ、本当に呪われます、奈々さんも。そう、皆さん呪われて好きなんでしょ。だって首あたりが表示される、やばいよ。サジャンさん助けてください、僕、うん、やっぱり首痛くなってきてるよ。ちょっと離れた方がいいんじゃない。これじゃ怒ってない、これ怒ってない、なんかしら首痛くなってくるも離れないと。はい、ゴムちゃんおやすみなさいね。ありがとうございましたね、今日ね、スパちゃんね、お茶箱もありがとうございます。どうもね、お疲れ様ね。うん、怒だよこれ。ケツだもしょうがないんじゃないの、僕と一緒、あれだから仲間だから、もうじいちゃんこの間見せたんです。そう、離れたんがいいかな。ちょっとね、離れると楽なんだけど、だって雨急に降ってきたよ、だって急に。いや、左側なんだよね、痛くなるの。左のね、首あたりが痛いの、すごい。なんか寝違えたような痛さ。でもちょっと離れると楽になるの、すごい。体が硬くなる。なんか乗ってる感じだね。雨止まないんですけど、どうしたらいいでしょうか。離れてほしい。皆さんはでも近づいてほしいんでしょ、実は。皆さん目線からは、近づいてくれねえかなって思ってでしょ。言ってる割には左側なんだよね、痛くない。昔はね、右だったんだよね、取り憑かれちゃうと。そう、そうでしょ、皆さん的には。特に VW さんは言うよね。そう、でも離れると楽なんだって、本当に。これ嘘じゃないんだよ。こっから離れた方がいい。そういうわけにいかないんですよ、サジナさん。わかる？雨が止んだら行くけど、雨が降ってる以上は、やっぱこれが心霊配信者の行くしかないんですよ。近寄って行きますよ。カズさんに殺された、僕は。そう、行きますよ。こんなので負けてられないでしょ。行くに決まってるでしょ。誰だと思ってるんですか？僕ですよ。数々のね、事件現場行ってる男ですよ。それこそが真のドロドロでしょう。12年間で1回しか取り憑かれてないんですから。そう、ブーセツマーカーハンニャーハーラーミーター神行って。はいはい、皆さんも言ってください。ありがとうございます。これが見たいんでしょ、皆さん。ちょっと変化するとこは。でもなんか赤くなってない？なんかさっきから見てると、あ、ちょっとお経言ったらなんか少し楽になったけど、聞くんじゃない、これお経が。もしかして何気に行くと思ってさ、だって雨降ってんだもん、つまんないじゃん、あのとこいたって。そう言ってくださいね、皆さんね。あ、なんかでもお経したらなんかね、肩の痛み取れてきた。そう、1年間取り憑かれてた。私が感じるのは血生臭い。そうと血が多分すごいんだろうね。事件現場だからね。やっぱりさっきと違ってるよね。俺もそう思うぞ。なんかリゾート今日行くですよ、絶対それは。だ、現場検証ですからね。そう、現場でこう画像を見て皆さんとこうやるんですから。またバイクが来た。危ないな。はい、伊沢さんおやすみなさいね。いつもありがとうね。おやすみなさい。またよろしくお願いしますね。でも今週はいいでしょう、皆さん。ね、火曜と木曜日にやってもらえたから、とりあえず。ね。そう、気分屋だから僕も。首やらライダーでちょっと。ね、今日ちょっと長くやってるからね、いつもよりかちょっと、まあ2箇所なんだけど、ここがすげえロングになったからね。下もなんかちょっとなんか変化してるよね。いやでもこれなんか怖いね。これ妖怪なのかな。妖怪にも見えんだけど、なんか
下にも顔見えた。なんか妖怪にも見えない、なんか妖怪。はい、おやすみなさいね、さあさんね。お疲れ様ね。雨ダメだね。止まないわ、もう今日は。明日が僕はゆっくり休めるからね。とりあえずね、ちょっと今日ゆっくりですけど。今日はだってみんな騙したからね。しかも8時半ぐらいからやったからね。だから雑だなと思ったら、あれっていう感じでしょ、多分。あれ現場絶対行かないと思うよね。だってその前、2日前に行ってるんだから。昨日行ってないで、一昨日行ってるんだから。そう。だから今月のパターンはね、結構そういうパターンで。2夜連続とかね、そういうのがあって。なんかでもこっちはどう、大丈夫？大丈夫よね。変化ないよね。360度カメラです。ビー。はい、360度カメラ。はい、360度カメラ。皆さん、ビー。やると思わなかったでしょ。僕も言わなかったんですよ。ケツさんにも言ってないんですよ。そう。でも僕は昼頃にはもう今日やろうかなって決めてた。マッサージやってもらった時にちょっと良かったから、そう。足りてないのかな、やっぱ。嬉しかった、よかった、よかったね。だから定期的にこう、まあ、こういうふうになる時もあるんでね、よろしくお願いしますね。ダメな時はちょっと休むかもしれないけどね。行ける時はちょっとね。大丈夫、ラケさん、ネタがいいよ、大丈夫。ね、まあ、今週は多分ちょっと、まあ、月曜までやんないと思うけど、多分ね。わかんないんでね、またね。多分ね。よろしくお願いします。だ月曜日、日曜日、土曜日やっちゃうと月曜日から今度ね、非常に危険なんだよね。そう、だからちょっと分かんないね。来週も天気を見ながらね、台風来ちゃってるからね。あれだと思うね。よろしくお願いします。直接見られないの、やばい。じゃあこっちにしとく。さちゃさん。いい、あめさんね、ありがとうございます。そう。どうでした皆さん、雨少し小降りになってきたね。でもそんな歩いてないからね、今日は。ただ腕が疲れてきた。腕両方持ってるから。そう、何あれ光ってる、何あれ、あれ何あれ、あれ何、あ、車か。いや、降ってるなぁ。結構降ってきちゃってんだけど、どうしたらいい。結構本格的に降っちゃってんだけど。今日はだって騙したでしょ。8時半だから多分、雑だなと思ったでしょ。でも、K2 さんとみ、あれみなさん先にいたっけ、だよね。誰だっけ、先にいたの。そう。で、こういう風な画面になってたから、普通、あれって思わなかった。寒いです、今日は、とか言って。雨止まないんだけど、オラでしょ。そう、はい、風邪ひかないもんね。そう、止まねえよ、雨が。本格で降ってきちゃったよ。まいったな、腹減ってきたな。風も強いんだよな。あれと思ったでしょ。そう、まさかやると思わないと思ったでしょ。そう、だって今日で6日やっと終わったからね。明日1日休んで、また1日出て、1日休んで4日だから今度。雨降ってきてましたね。戻ろう。あー、結構降ってるよ、マジで。結構降ってる。結構本格的に降ってるよ、マジで。マジで本格的に降ってる。本番だよこれ。どんだけ降ってるかって言ったら、こう見えるかな。車来るんだよね。結構降ってる、本降り。ほら見える、本降り。ほらほら、かなり本降り。わかる？本降り。結構降ってるでしょ。
結構降ってる、マジでガチで。いっか、降ってる降ってる。よいしょ、お疲れ様ね。皆さんありがとうございます。本格的に降っちゃったよ。よいしょ、まあ、いったね。結構降っちゃってるよ。あれどうだ。挿入されていません。はい、いえ、でもね、もう今日雨だと思ったからね、仕方ねえなと思ってね、ちょっとしかできなかったけどね、またちょっと次回よろしくお願いしますね。結構降っちゃったね。ほら、結構本降り。じゃあ一服したら行くか、ちょっと。でもそのトンネル通らなきゃいけないんだよな。やっぱ寒い。寒気がしてきた。風邪ひいたかな。風邪薬。ね、寒かった。はい、ありがとうございますね。うん。はい、ありがとうございますね、どうも。でも結構車通んね、ここね。今17度だよ、17度。17度。車の中あったかいもん。17度だよ、17度。いきなり冷えたね、今日。でも今日あんま気温上がんなかったからね。でも前場ではなんか変な声聞こえたんだけどな、ここではちょっと声が聞こえなかったな。首がすげえ痛かったけど、今治ったな、だいぶ。ありがとうございました。じゃあね、ツイキャス終わりになります。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございました。失礼します。おやすみ。